Vlog 用のコンデジカメラ ZV-1 を買ったんで、立て続けにちょっと撮りますけれども、今日の紹介はこのペクデッキ&リアレーズマシンですね。裏をやるやつですね。これをちょっとご説明したいと思います。このカメラで写りが良くなってくれればいいんですけどね。これがですね、椅子はですね、ワンタッチで変わる。下に行くときはこのボタンを押すんですけど、あとはこうやって引っ張ればできますからですね。で、ここ下を持ってグッとですね、でゆっくりゆっくりゆっくり、このとき少し体を前に出す感じがいいですね。で、後ろですね、でグッとエキセントリックな動きですね。引っ張られるとき意識をするわけですね。まあ、どんなマシンでもそうですけど、こうガチャンと落ちてしまうと負荷が逃げますからですね、ここでこの時大胸筋が引っ張っている意識を持つことが大事ですね。で、大胸筋を絞り込むために自分の体を後ろに持っていく感じですね。グッとですね、まあ、ここで落とさないっていうことが大事ですね。2点目は肩が前に行かないということですね。これが肩から前に行くと大胸筋は効かないですからね。重たいの無理にやって肩が前に行くと、これは大胸筋のトレーニングにはならないし、肩を痛める危険性も出てきますからですね。できるだけ肩甲骨はつけてですね、ここでストレッチですね。ここでぐーっと、ここで収縮ですね。LB ジムでよくやってもらうのは、ここで3回ですね、1、2の3で、ゆっくりゆっくりエキセントリックでですね、引っ張ってもらって、ここで止めて、この時逃がさないことですね。ここで1、2の3って感じで、ぐーっとですね、って感じでやるといいですね。まあ、すごく初心者の方にもいいマシンですね、これはね、使いやすいですね。この背もたれが細くなっているのはストレッチが強くなるためですからですね。で、これを こっちにやると、反対にワンタッチでやるとリアレーズになりますからですね。こっちでこういうふうに引くことができますからね。リアの時は肩は前ですね。これをこう、肩甲骨寄せると、まあ、肩甲骨周りの僧帽筋に効いてしまいますからですね。肩甲骨の位置っていうのは筋トレではすごく大事ですね。筋トレっていうのはほとんどが左右対称の動きになってるから、安全に鍛えることができるんですよね。まあ、一般スポーツの場合では左右対称になることは少ないからですね、そのバランス感覚っていうのが大事なんですけども、まあ、サッカーとかバスケットで自分のこう中心を取ってプレーすれば、で相手の中心をずらせばですね、勝てる可能性がありますよね。まあ、剣道とかでは正中線とか言うらしいですけどね、いかに自分 の中心線を取ってプレーするかっていうのが大事ですけども、筋トレっていうのは正中線が取れてますからね、左右対称に動きになるから、すごくやりやすいから、怪我せずに筋肥大ができるわけですね。だからバタフライやるときは正中線を意識してしっかりストレッチやるってことですね。グッと、まあ、真ん中を意識してですね、自分の中心線を意識してやるっていうことで、逆に筋トレをやると自分のこう中心線が取れるようになるから、まあ、少しはスポーツも得意になりますよね。まあ、その中心のずらし合いですからですね、バランス感覚っていうのがまた大事ですけども、ウエイトではそれを鍛えることはできないからですね。ウエイトの目的は筋肥大でやって、そういうふうにバランス感覚とか、まあ、柔軟性は別のところでやった方がいいですね。よく筋トレやったら柔軟性がなくなるとかいう人いるけど、ストレッチはやってないからな、柔軟性がなくなるわけですからね。ストレッチをきっちりやって筋トレをやれば、それはこう柔軟性も生まれますから、筋トレの目的というのは柔軟性を作ることではなくて筋肥大ですからですね。そこで柔軟性を求められると、こう、まあ、本末転倒っていうか目的がずれますよね。まあ、スキルはスキル練習、筋肥大は筋トレ、まあ、柔軟性はストレッチとか、アジリティとかですね、あとその専門でやっていった方がいいですね。だからそれを組み合わせてやるトレーニング方法もあるんですけども、例えば筋肥大をその激しい動きの中で求めようとすると、こう筋肥大の目的が緩くなりますからですね、筋肥大の時間は集中して短時間で終わって、余った時間をスキル練習とかに当てた方がいいっていう感じですね。まあ、一般の人の健康管理もこう筋トレの目的は筋肥大ですからですね。よくそんなに筋肥大しなくていいよとか言う人もいるんですけど、そんなにしないからですね、それはね。もう今はその言う人少ないかもしれませんけどですね、一生懸命やっても筋肉っていうのはその簡単に肥大しないから、邪魔になる筋肉がつくほどには絶対にならないからですね。
まあ、筋トレの目的は筋肥大ということがもう割り切ってですね、そこだけに集中してやるのがいいですよね。まあ、そんなことを紹介するためにこのカメラを買いました。これが便利で、ここにカメラをつけることができるんですけども、これズームもできるんですよ。逆か。これで私の顔が少し近づくっていう感じですね。で、これハンドルも一緒に買ったんですよね。で、ここにカメラをつけて、このカメラ手ぶれ防止機能もあるんですけど、それはちょっと弱いかなって感じですね。なんか GoPro とかも欲しくなってしまいますよね。まあ、そんな感じでいろんなこうガジェットを揃えていきたいと思います。ちょっと電話かかってきました。さようなら。